ナンバー赤いマクドナルド CM は4月1日から公開だという新情報が。神宮寺勇太や岸優太におわせで CM 出演確定、演出後もここまで引っ張る理由とは。こんにちは、スコープ芸能です。ナンバー赤いの神宮寺勇太さんが自身のインスタグラムを更新し、その美しさに大きな注目を集めています。3月14日から17日に行われた神宮寺さんは 2B 所属アーティストによる大規模な東京ドーム公演 2HEROES 2B ファーストスーパーライブのオフショットを投稿しました。神宮寺さんは黒いジャケットコーデや白い T シャツ姿の写真をアップ。コンサート写真はこれでラスト、みんな見てくれてありがとうと感謝を綴り、2枚目の写真は青い羽がどこかについてるから探してとファンに呼びかけました。コメント欄には青い羽見っけ、幸せありがとう、青羽ついちゃったゆうたくんかわいい、襟足に青い羽見つけたよなど、羽を探した熱心なファンの声が相次ぎ、その他にもラスト写真めちゃくちゃかっこいい、かわいい、濡れ髪とか後ろから見る横顔なんて最高にセクシーでかっこいい、ジンくん色気がダダ漏れ、みんな虜になっちゃうよなどのコメントが続々とファンから寄せられています。そんな神宮寺勇太さんはある大企業の匂わせで活躍を期待されていました。3月25日朝9時30分に日本マクドナルドが公式 X 旧 Twitter を更新、男性タレントらしき後ろ姿の写真を投稿し注目を集めました。マクドナルドはバーガーラバーなこの人もしかしてと綴り、襟足の長めの髪が跳ねていて少し猫背気味の男性の写真を投稿していました。最近はタレントをイメージキャラクターに起用する際、主に X で匂わせをする企業が多い。正式に情報解禁する前に背中や小道具、キャッチフレーズなどを投稿して注目を集めるというやり方ですよね。今回の日本マクドナルドの投稿も誰の後ろ姿なんだと早速大きな注目を集めています。ユーザーが思い思いの予想をしていますが、根拠のある2人のタレントの名が多く出ていますねと女性誌編集者は語り、当時マクドナルドが匂わせていた男性として SNS で候補が上がりました。1人目はもちろんナンバーガイの神宮寺勇太さん。神宮寺さん個人ではなく平野翔さん、岸優太さんと3人で超大手ファストフード会社の CM に内定していると2月20日配信の週刊女性プライムでも報じられていたことを根拠に神宮寺さんの名前を挙げる人が多く見られました。2人目はシンガーソングライターの今瀬さん。24日夜8時頃と25日昼12時頃にインスタグラムのストーリーズ機能と X でハンバーガーを食べる写真とハンバーガーの模型の写真を投稿しており、これを匂わせではとする声が多く上がっていました。神宮寺さんの起用が有力だとする説では、3人で春から大手ハンバーガーチェーンの CM どうなったのかなと思ってたところに、この後ろ姿はこのちょっと斜め猫背で襟足くるんと長めな後ろ姿はもしかしてうちらの大大大好きなあの人じゃないか、神宮寺勇太。また対する今瀬さんを推す説では、今瀬さんかマックの匂わせ毎回面白いな、髪型とかもそうだけど立ち方と手が今瀬でしかないと、お互いに出演を楽しみにする声が X では多く集まりました。起用されるのは神宮寺さんなのか、はたまた今瀬さんなのか、写真のバーガーラバーが誰なのか、情報サイトピンズバが日本マクドナルドに直接問い合わせをしたところ、神宮寺さんや今瀬さんのことは否定しないまま、これからいろいろ発表させていただきますのでどうかお待ちいただければとの返答があったとのこと。今瀬さんの可能性もありますが、彼は CM ソングだけ提供して本人は出演しないというパターンが多いため、その可能性も指摘されています。ナンバーガイの出演匂わせに関しては、平野さんがサントリーの CM キャラクターに起用された際も似た出来事がありましたねと前室の女性誌編集者も語っており、サントリーが平野さんを水人草だの
CM キャラクターに起用したと正式に発表したのは2月7日のことでしたが、サントリーの公式 X は平野さんが27歳の誕生日を迎えた1月29日に27本の水神草だとのようの文字がチラ見えしている画像を添えて、お誕生日おめでとうございますとポスト。その後も1月31日の夜から東京渋谷の宮下パーク近くのビルに顔の左半分を隠した黒髪で眉が凛々しいイケメンが張り出され、どう見ても平野さんが起用されている巨大ポスターを新すがすがしい人と題して掲載し、正式に情報解禁されるおよそ1週間前から平野さんの水神草だ CM に起用されることはファンでなくても前もって分かっている状態でした。とにかくナンバーガイ、そして平野さんの人気、商品訴求力は圧倒的です。水神草だは2月5日から18日までの出荷数が対前年比約 230% になったと報じられているし、インスタグラムのフォロワー数は平野さんが 420.5万、神宮寺さんが 201.7万、岸さんは X ですが82万。彼らの人気を最大限に活用するためにも、マクドナルドはサントリーのように情報を小出しにすることで SNS で注目を集める戦略をとっているのかもしれません。そう考えるとやはり写真の人物は神宮寺さんなのかもと、誰がマクドナルドの CM に出演するのか大きな期待を寄せられていましたが、結果的にタイアップを勝ち取ったのは今瀬さんでした。 IMASE さんはマクドナルドのタイアップソングとして新曲ハッピーオーダーを書き下ろしも言っています。働くあなたへの応援歌をテーマにし、アルバイトに行く時の気持ちと働く楽しさを表現した応援歌となっているとのことです。アップテンポなメロディに乗せ、マクドナルドを代表する人気メニューや店舗の日常、そしてアルバイトならではの苦悩や楽しさも描いた共感できる書き下ろしの歌詞をアップテンポなメロディに乗せて、今瀬さんが魅力的で繊細なハイトーンボイスで表現しています。本楽曲は4月1日に今瀬さんの新曲としてもリリースされ、ミュージックビデオも公開される予定と発表されています。またマクドナルド店舗では今瀬さんからのメッセージや楽曲を使ったオリジナル店内放送を実施することも発表されました。楽曲の配信に先立ってハッピーオーダーのビジュアルイメージのオリジナルトレーマットを3月27日からマクドナルド店舗で配布を開始し、さらに4月1日の16時30分からアルバイトに行くまでの放課後の時間をテーマに、今瀬さんの公式インスタグラムアカウントでライブ配信も行われるとのことです。今瀬さんはバイトに向かう皆さんが少しでも前向きになれるようハッピーオーダーという楽曲を制作しました。そんな楽曲をさらに彩ってくれるマクドナルドのクルーの世界に飛び込んだ壮大なミュージックビデオも完成しましたと語っており、ぜひ楽曲とともに映像も楽しんでいただけると嬉しいですとコメントしています。 IMASE さんをご存じなかった方もナンバーガイと同様にファンに寄り添う姿勢で注目を浴びている今瀬さんの書き下ろし楽曲の内容に注目してみてはいかがでしょうか。きっと新しい発見があるかもしれません。そしてこれまで噂されていたナンバーガイのCM 起用の可能性がなくなったわけではありません。マクドナルドが新 CM を公開するとしたら一体いつなのでしょうか。おそらく4月1日からだと予想します。新生活の始まる4月の初日から新 CM を公開する可能性が高いです。今後も彼らの起用を楽しみに、バーガーチェーンに期待を寄せる意味はまだまだあるかもしれませんね。今の世代を輝かせるナンバーガイと今瀬さんの今後の活躍が楽しみですね。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。